こんにちは。本日は鹿児島県の野々に行ってきたいと思います。でも本日もショップ、この先に廃墟があります。行ってきます。ここには昔、家がありました。今ですね、廃墟とかしてこうやって建物は潰れてしまいました。当時のね、生活用品がところどころに見えます。で、ここの集落の人はですね、集落といってもここは一人しか住んでなかったですね。この先にですね、温泉があって、そこに使ってたようです。行ってきます。廃墟が、すごいぶっ壊れてます。なんだこれ、廃墟や。廃墟です。もう誰も使われてません。すげえ、なんだこれ、めちゃくちゃな。うわ、どうだこれ、ちょっと温泉マークが引いてる、なんか出てきた。なんでこれ、ただ川のところになんか井戸っぽいのがあるだけ。そう思ってるのさ、あなどらないで。なんとこちらの井戸っぽいの中に温泉入ってます。まさかの無料です。信じられません。開けてみましょう。オープンザプレイス。すごい、なんだこのおびさび。失礼いたします。ワン、ツー、スリー、フォー。うわうわ、ありました。すごい、熱々の源泉が入ってるやないか。素晴らしいです。なんだこれ、水温は下もよし、約 53.0 です。はい、じゃじゃーん、見てください、井戸のようなものに温泉が入っております。白濁してます。素晴らしいですよ。もう香りがめっちゃいい。なんかここにザルがあるんで、ここに誰かが茹でたものを作ってるんですね。はい、ということで救わさせていただきました。浴びていきたいと思います。頭浴びとさせていきます。失礼します。めっちゃ熱いけど、めっちゃ気持ちいい。味がですね、卵醤でございます。とっても美味しいです。いや、素晴らしい。いやー、気持ちいい。はい、ということで皆さん、ぜひここでね、ゆで卵とか作ってみてください。本日も素晴らしい源泉でした。おさえます、帰ります、帰ります。